少しずつ明るくなってきたんで、撮影を再開します。これ見てください。これ砂漠砂丘ですよね。で、うちらはどんな感じでやってるかっていうと、見えますかね、こんな感じでラクダに乗って、朝日を見るツアーに行っています。ね、少しずつ夜が明けてきてますね。で、後ろはどんな感じかというと、ちょっとよく見えないですけど、こんな感じで皆さん続いてきています。綺麗な砂山ですね。やっぱり幻想的な風景が広がっています。下はちょっともし落ちたら結構大変だろうなと思うような感じでつながってます。なかなかスリリングですね。もう先にうちらじゃないですけども到着してる人たちがあそこにいますね。本当にアフリカの砂漠に夕日が間もなく昇ろうとしてるわけですね。こういう感じで大将を組んで行っています。じゃあもうちょっとで到着するんで、そこでまたお話をしましょう。